東洋医学の方とか看護学の方とお話しする中で、よく彼らは自然治癒力というのを言います。でやっぱりこれも医学看護学も、命に関わることですから、やっぱり命に関わるいろんな学問、まあ、共通するところがあるなというふうに思ってます。そういう点で私はそこでキーワードとしては命っていう言葉をね、とっても大切にするべきだなと思っています。そしたら私の研究しているのは江戸時代の農書とかを研究している、その時よく出てくる言葉に、稲は命の根という言葉で、それで稲だというふうに言ってます。それはまあ非常にこう、当時のですね、考え方としてですね、命というものをそのように見ていたんかなという気はしますね。教育で30年間学生たちを教えてきたことは共通するものがあるなというふうに思うんですね。それは何かというと、両方とも命を育てる、育むということです。その時大事なことは、作物、家畜も若者たちも自分で育つおうとする力を持っているということ、そこをうまく私たちがそっと手を添え、じっと待つということで販売してあげること、そして彼らの持っている育とうとする力をもっともっと伸ばしていくことが大事なんじゃないかなというふうに考えています。